散財は人生やどうも直島です。今回は引っ越し後の27歳がジェット好きニートのデスクツアーをやっていくで、まずこちらをご覧ください。念願の寝るスペースとデスクの融合です。やっぱりこれなんだよな。これが Y の生活にしっくりくるんよ。なんか作業してて疲れたなって思ったら布団にダイブ。前までは作業部屋と寝室はしっかり分けてメリハリをつけようと試みてたわけやけど、メリハリというか寝室にいる確率の方が高くなって逆効果やわ。夜11時超えると何が何だろうが寝室にダイブしてました。今はと言うと稼働時間を12時超えて目にならない。なぜならそこに布団があるから。規則正しい生活って健康的なんやけど、家で働くなら好きな時に働けるのが醍醐味やから、これはこれであるべき姿。ちなみにこのローデスクはバウフィッテの自動昇降デスク足に適当に買ってきた天板をつけたデスク。一度ローデスク計画は失敗してて、ヨギボーだと机の高さが高すぎて使い物にならず、速攻で普通の高さにしてデスクチェアと使ってたんよな。今はベッドで高さ出しに成功して普通に使えてる。今はそれにプラスでこの背面サポートのヨギボーも使ってるのだ。肩に負担がかからんようになってる。お尻は全然痛い。気分で高さ調節できるのが自動昇降デスクのええところやね。ほんで、机の上は死ぬほど散らかってます。キーボードは定期的に気分で変えてるけど、今はニズ使ってる。その前はハッピーハッキングキーボードやってんけど、荷重を重たいのにすると軽いのにしたくなってくんねんが、今は荷重軽くすると5タイピングが多い気がしてまた重たいキーボードに変えたいと思ってる。これを交互に繰り返してる感じやね。キーボードにエンドゲームはない。あと、神様はなんで腕を2本だけ人間につけたんやろうな。キーボード多すぎて腕が足りんのよ。先頭観音になりたい。マウスはグローリアスのゲーミングマウス。これはガジェット好きの女性のリスナーさんからいただいたものやねんけど、色も可愛いし軽いし無線やからめちゃくちゃ使ってる。ワンポイントオレンジやカラピーシート色が合ってるのも満足。もらったもんやからそんなこと言うなよって感じやねんけど、 Y は主な時間動画編集してるからスクロールの感度が気になってるとこ。ロジクールの MX マスターとかエニウェアみたいな高速回転ホイールがついてれば最高。自作キーボードはあるのになんで自作マウスはないんやろな。まあこのマウス、今まで使ったマウスの中で過去一軽いマウスやねんけど、軽いマウスマジで正義やな。多ボタンとか機能面に強いマウスも使ってきたんやけど、他のデバイスで補えるから、Y は今後、マウスには軽さとスクロールの好みを重視していきたいなと確信に変わった。ありがとうリスナーさん。その隣にも、なんでかマウスが置いてあるんやけど、これは随機のレトロマウスやね。完全に見た目がやから便利とかではないんやけど、さっき紹介したマウスの充電が切れた時にサブで使ってる。直島はつかみ持ちやから、このマウスの重量はなかなかずっしりくる。軽さを重視するこの令和に、このずっしり感もまたレトロ。普通のマウスとしても使えるし、トラックボールマウスとして使うこともできる。小声で言うとトラックボールが使いこなせなくて全然使ってない。PC は、ティーンエイジエンジニアリングのオレンジ色のケース使ってる。ほんまはソロボチ PC 組みたいと思ってて、90年代ぐらいのでっかいパソコンを改造して現代のパーツに置き換えるやつやりたいんやけど、今のもコンパクトで置いててもシャレや式に入ってるからまだ先になりそう。スペックはこんな感じ。これで30万ぐらいやったかな。ゲームはそこまでせえへんねんけど BF もできるし、動画編集でも特に何も困らずできてる。動画の書き出し速度も速いし特に困ってないから、新しく組むのはまだまだ先やな。ミニ ITX になくてはならない存在なのがドッキングステーション。Y は特にこだわりないけどアンカーのやつを使ってる。タイプ A が4本とタイプ C が4本させるようになるのでデバイスが差し放題。あとは動画編集のための SD カードスロットもついてて取り込みも早いので助かっている。が、かなり熱々になるせいで内部が劣化してるんか最近不調なんよな。接続がついたり切れたりするからさすがに買い替えたいところ。ちなみに2年ぐらいは使ってるんかな。異なんかええのがあったら教えてほしい。モニターはファーウェイのメイトビュー。ポンポコシも愛用しているらしい。このモニターも幾度となく紹介してきてるから、買いたいのは山々やねんけど、唯一無二すぎて買いが利かへん。唯一無二ポイントは画面比率。
3対2になってて、普通のモニターと比べると縦長になってて、それこそ動画編集でたくさんレイヤー積む人におすすめやね。昔のパソコンがこの画面比率やったわけやけど、それを令和版に召喚されたのか。このモニターってわけや。今年で2年目やけど来年もお世話になります。その下は最近買った液タブ。ユージーの 15.4 インチのやつやね。縦を気にしたいのと絵描いたり Vloid でモデリングしたくてこうたわ。縦を気にすることを考慮しつつ作業もできる大きさってことで 15.4 インチを選んだわけやけど、ずっと使ってると20インチあってもよかったな。 iPad Air が 10.9 インチやから、それよりもうちょいデカめのものを選んだのに作業スペースが圧倒的に小せえわ。ブラウザ表示も広告で覆われるからまあ見にくい。サブとしてフォルダ開くように置いとくのは便利やね。まあ若干ミスってはいるものの、値段も安いしサブモニターで使うことが大半やからちょうどええわ。ペンタブとしての書き心地は100均のボールペンみたいなゴリゴリとした感覚があって、お世辞にも書き心地は良くないね。初心者でとりあえず使いたいって人向き。マイクはシュアーの SM7B で、オーディオインターフェースはベビーフェイスプロ。SM7B は Amazon のセールで毎度安くなってるので気になって購入。オーディオインターフェースは前まで AG03M2 を使っててんけど、岩崎が急に交換してくれって言ってきたから交換した感じやね。交換してもらって分かったことは、 AG03 の時はパキッとしたはっきりした機械音っぽさやったのが、より滑らかでリアル寄りになった感じやね。音は格段良くなった時感はあるけど、インストール方法とか操作面が少し複雑なのと、自分でネットで情報かき集めて設定していかなあかんのがこれの難点。初めて使う配信や動画に使いたいって人は圧倒的に AG03 の方が使いやすいのでおすすめ。ベビーフェイスは歌とかが気をきれいに録音したい人が使う機材って印象やわ。マイクアームは L 型のやつ。普通のマイクアームは上から垂れ下がってるものが多いんやけど、これは低い位置から生えてるので小スペースに使えるのがええところやね。ただ関節部分の硬さ調節がハンドル式になってて、時間が経つと緩んできたりするのがちょっとめんどくさい。重いマイクとの相性はあんま良くないわ。これももっとええのが出たら買い替えたいところ。ヘッドホンはポータプロ。もともとはアングリーミヤオのワイヤレスイヤホンを使ってたんやけど、頻繁に充電し忘れて使えなくなるので岩崎に借りて気づいたら私物になったやつ。これのええところは見た目も直島好みのレトロなデザインで好きなんやけど、なんといっても動画編集にちょうどええんやわ。頭の圧も強くなく、耳に当たる部分の圧迫感もなく、開放的でインターホンも聞き取れる。編集した後のスピーカーとの音のバランスの大差もほぼないので、ここもポイント高い。ええやつで編集するとなんかうまいこと音のバランス取られへんくて、結局修正するみたいなことも多いから、こんぐらいでええんだよ体現しとるわ。良い音で聞きたいときはダップで聞くので使い分けるようにしてる。テカースポンジ部分きたな。もうかれこれ2、3年選手なのがストリームデッキ。これ毎度ストリームデックって読んじゃうんやけど、ストリームデッキらしいな。マジで忘れてて毎回訂正されるけど、その度にそういやそうだったなって思い出すわ。これはもともと OBS の切り替えで使ってたんやけど、今では指定のフォルダに飛びたい時とか散財絵文字を打つ時とかに使うことの方が多いわ。なくても困らんとは思うけど、あると便利なデバイスやね。デスクマットはフューチャーファンクのやつ。勇者工房で買ったやつやね。このレトロやけど今風なデザインに惹かれて買った感じやね。これもずっと使ってるけど、手垢で手前の方がマジで汚れてきた。ここで飯食ったりすることもあるし、衛生面が終わってる。最後はブッダマシーン。これは最近下脱したくて買ったやつやね。収録曲が鬼えぐくてまだ全部聴けてない。自分で次の曲を3限り延々と同じ曲が流れるから、作業用 BGM として使うと精神崩壊する。物電源オンにするとスーパー玉でみたいな下品な発光の仕方をする。だがそれがいい。ということで今回は Y のデスク2023インオータムでした。デスクデバイスにエンドゲームはない。